スラムダンク最強プレイヤーランキング1位から30位。30位、長谷川一志。藤間によれば欲がないのが欠点だが、誰よりも努力しチームの主役になれる実力を持つ。29位、武藤忠。海南のフォワードでスタメンでもあるが、いまいち影が薄い。28位、福田吉兆。バスケ経験は中2の終わり頃と浅いが、オフェンス力は荒削りながら相当な実力。27位、高砂一馬。海南の長身センター。外見は赤城とどことなく似ている。26位、池上隆二。ディフェンスに定評のある池上と有名な陵南高校副キャプテン。25位、魚住淳。陵南高校のキャプテンであり、2メートルを超え超大型センター。24位、板倉大二郎。クズキャラのイメージが強いが、2年唯一のスタメンで大阪得点ランキングで3位の実力者。23位、花形徹。神奈川県ナンバーワンセンターを争う3人のうちの1人で、頭脳プレーを得意としている。22位、岸本みのり。喧嘩っ早く非常に短気だが、大阪得点ランキングで2位の実力者でもある。21位、野辺雅宏。三王のスタメン。桜木からは見た目がトーテムポールに似ていることから、ポールとあだ名がついた。20位、一ノ倉聡。すっぽんディフェンスと異名を持つ、全国でも有名な相当なスペシャリスト。19位、三越芝。実力は謎に包まれているが、湘北と1勝1敗1分けの静岡1位のキャプテン。18位、清田信長。1年にして海南のスタメンであり、本作中最も身長の低いスラムダンカー。17位、桜木花道。本作主人公。バスケ経験わずか4ヶ月だが、パワー、スピード、スタミナは一級品。16位、南剛。クイックモーションからのスリーポイントを得意とし、大阪得点ランキング1位と相当な実力者。15位、宮城亮太。速攻とテクニックを筆頭とし、小柄な体を生かしたスピードプレイヤー。14位、松本実。当てにはならないが、海南の武藤曰く、沢北がいなければどこでもエースを張れる男。13位、陣総一郎。1日500本のシューティング練習を毎日していた、本作屈指のスリーポイントシューター。12位、三井久志。元中学 MVP プレイヤーでもあり、栄光挫折復活と本作屈指の人間臭さがある男。11位、藤間健二。バスケ部キャプテン兼監督。普段はクールだが、コートの上では別人のような熱い性格の男。10位、赤木武典。ゴリラダンク、ハエ叩きなど豪快なプレーでチームを引っ張る湘北キャプテン。9位、土屋篤史。強豪ひしめく大阪予選1位通過高校のキャプテンであり、長身のフロアリーダー。8位、諸星大。全国を代表するプレイヤーで、牧がそのプレーを見るために愛知まで訪れるほどの実力者。7位、深津和成。普段は黒子役に徹しているが、スリーポイント、ポストプレーなどを駆使する万能選手であり、三能のキャプテン。6位、森重弘。前年のベスト8を相手に1人で50得点、22リバウンド、10ブロックと、とてつもない記録を出した1年生。5位、流川楓。中学時代はスタープレイヤーとして多くの高校から誘いが来たが、家が近いという理由だけで弱小湘北高校に入学した。4位、牧慎一。神奈川県ナンバーワンと言われるほどの実力者で、彼のペネトレートを1人2人で抑え切るのは至難の技。3位、沢北栄治。高校ナンバーワンプレイヤーだが、相手が弱いと集中力が切れてしまう、メンタル面が弱点。2位、仙道明。ドライブ、パス、シュート、ディフェンス、いずれも超高校級。1学年年下とはいえ、流川をほぼ完封した。
1位川田雅史、全日本の杉山曰く川田が今大学に入ればセンターでベスト3に入る。赤城は神奈川県の猛者どもが子供に見えるほどに川田の住む世界が違うと評価は怪物。ちなみにあれ優勝したところどこなんですか？え、それはね、あれなんですか？それなしですか？いや、あの2位が海南じゃないですか？2位が海南で、僕1位はあそこなのかな、明豊工業なのかな。いや、あのね、それはないんですけど。あるんですか、ちゃんと答えが。一応僕の中にあって、でもその優勝したっていうチームは別に描かれてないんで、はい、出てない。出てこないチーム。出てこないチームね。いや、明豊優勝じゃ嫌だなっていうのがあって、はい、まさに才能っていうか、はい、そういう選手が優勝は嫌だなっていうのがあって、はい、これ僕一番いいもの引き出したんじゃないですか。お待たせしました。裏1位、大隅第二高校、北澤くん。最後までご視聴ありがとうございました。